歌謡曲を歌うことで親孝行したい、昔ながらのお茶の間を取り戻したい、そんな思いで2008年に結成された純烈が新たなパフォーマンスを見せる。まず僕が大学3年とかで、就職活動をしてて先輩とか OB に話を聞くと、今って厳しいよとか不景気だからとか、そんな話をみんなして、ああそうなのかな、頑張んなきゃなと思ってたんですけど、でひょんなあの人の縁からリーダーと知り合ったら、紅白に出ないかって目を輝かせてるんですよ。散々から不景気とか聞かされた後、なんでこの人だけ目輝かせて夢語ってんだろうと思って入ったんですけど、その時にやっぱり二足のわらじは厳しいからって言われて、二足のわらじが厳しいから、じゃあ大学中退しなさい、わかりましたって言って中退しちゃいました。そうですね、もう本当にあの純烈らしくお客さんと一緒に楽しい時間を過ごして、あの最後には笑ってお客様に帰っていただけるようなライブにしたいなと思います。2015年10月21日浅草公会堂にてスペシャルライブトーク&ミニライブ決定。全開であなたに送る純烈歌謡ソウルをぜひお楽しみください。